はい、今回はですね、まさに誰やねんと。すごいね。こんなん紹介するの俺だけやで。感謝してよ、マジで。パウロ・フェラーリ。すごいね。これどう見てもサイドバックのタイヤな。そうやね。パウロ・フェラーリ。知らねえ。名前だけ一丁前やん、フェラーリ。82年、絶対引退してんな。身長169。絶対無理。現代サッカーでは通用しませんと。現代サッカーではどうにもなりませんというところかな。最多出場がロサリオと。ロサリオセントラルってこと？メッシのいたところか。違ったっけ？で、もともと引退してから監督もやってたよね。サンマルティンっていうところで。知らねえな。まあもちろん当たり前やけど。もともとはセントラル。ロサリオセントラルかな、これ。CA ロサリオって、ロサリオセントラルのことなのかな？ちょっとわからへんの。で、リバープレートと。リバープレートでも6年いいのか。で、ロサリオセントラルに帰ってきて7年。それで引退と。プロ通算509試合を、体は丈夫ねん。でもすごいな、アルゼンチン一筋やな。リバーと、ロサリオと。確かこのロサリオ CA、違うんかな？ロサリオ、ロサリオセントラルのことじゃないの？違うんかな？メッシのいたところじゃねえっていう感じだと思うけど。確かあれ、ロサリオセントラルだね。違ったっけ？違うか。メッシじゃないっけ？ニューウェルズやったっけ？みんな、忘れた。この CA って何？何の略？CA は何の略でしょうか？わかりませんと。ページが開きませんと。合ってるわ。ロサリオセントラル、やっぱり。メッシじゃなかったっけな、違ったっけ。まあ、いいや。どうでもいいや。はい、まあ、そんな感じでね。まあ、監督業、やってたということなんで、もしかしたらゆくゆくね、アルデンティーナ代表監督、あんじゃね。